4月23日です、今回は藤原直哉さんと京都立花マーチングバンドについて、全然関係なさそうですよね。でも、まあ、意外とあるんですよね。京都立花マーチングバンドはね、なんかやっぱ見てて楽しいですよね。それにさ、高校生のね、若い子がさ、なんか笑顔でね、あんなに元気よくやってたらさ、やっぱ嬉しくなりますよね。で、その飛び跳ねたりとかいろいろするじゃないですか。あれってね、なんか最初はなんかマーチングバンドの男性のね、部長っていうか生徒ですけどね、踊ってみたらどうだろうって言ってね、提案したそうですよ。それがだんだん発展してきて今みたいになったんですよね。で、何が言いたいかっていうと、そういうね、絵が見える人がいるんですよね。やっぱりこうやったらこうなるんじゃないかなとかね、必ずやっぱりいるわけですよ。で、問題はそれが一人ではね、なかなかね、その先へ進めないんですけど、3人5人って集まって、あ、そうだね、あ、こうやったら面白いかなって言ってね、そうすると全体のね、例えば80人100人が一斉にさ、その練習できるっていうか気持ちになれるわけですよ。一人じゃね、なかなかいかないんですよね。だからそのやっぱね、一歩先が見える人っていうのはいるわけですよ。藤原直哉さん、なんかね、新しい、この前なんかマドモアゼル愛さんともう一人ちょっと5時間のない講演会があったそうなんですけど、その後の対談で直哉さんがね、これからは縁だって言うんですよね。ご縁があって嬉しいですとかいう、あの縁ですよね。なんでかっていうと、その結局今までは利権だとかお金によって人間関係が結びついてる人がものすごく多いわけですよね。8割方とかさ、その男性の場合なんかはね、仕事の関係で、もう金でしか結びつきがないわけですよ。でもこれからはその金の結び方、利権の結び方ね、つながりとかがなくなる。そうすると何が残るかというと縁なんですよね。あ、縁があって一緒になり出会いましたねとかいう、その縁ですよ。で、その縁は何かっていうと、その魂が、自分の魂が一生懸命ね、縁を探し回ってるんですよね、その見えない世界で。それでつながりを作ってくれてるんですよ。まあそれは別として、いや、藤原直哉さんはそこまで一歩先が見えるわけですよね。だからその世の中にはそういうふうに一歩先が見える人がね、何人かいるわけですよね。で、一歩先が見えない人もいっぱいいるわけですよ。だからそれをいかに導いていくかとかね、そういうのもあるし、だから外国人だってね、すごい頭のいい人いるんですけど、その一人じゃできないんですよね、なかなか。まあ今回はそういうことで、一歩先が見える人っていうのがいるっていうことですね。ありがとうございました。